へえ、急増にしちゃそれっぽくできてんじゃん。純正の制御機構の大部分は取り除いてレイドユーバーのコックピットに交換したわ。グラートを乗せた時は強引に神経につないで動かしたけど、あなたにはそんな必要がないから。ブルードメア系じゃないんだな。これしか用意できなかったのよ。旧型は不満かしら。いや、これがいい。俺が触ってきたシミュレーターもこれと同じ型なんだ。だから最新だったらむしろ動かせなかったかも。あなたがまともに機体を動かしてくれさえすれば、私は私の仕事に専念できるわ。しっかりやりなさい。任せとけって。それにしてもフィオはすごいな。俺なんてまだまだへこんでんのに。至極当然よ。記憶や一部の生体部品こそ残っているけど、今の私は人じゃない。自称をねじ曲げ、復讐を果たし、半身を取り戻す。そのためだけに稼働するただのデバイス。ふん、そういうこと。ロイ・ベケット、あなたこそグラートから託された使命、軽くはないわ。あの人は俺をマンホール暮らしから引きずり出してくれたんだ。それが間違ってなかったってことをこの戦いで証明してみせる。必ずな。